久保さん、今回、田代正史さんの現在とかにしておきましょうか。なんかね、あのインスタ僕やってるんですけども、インスタで田代正史さんの、あの、なんかで、出てきまして、おなんかあの、カフェで働いてる、その、リール動画みたいなのが出てきて、俺、カフェで働いてるみたいな。で、あの、出所後になんか食べますっていうやつが、インスタで400万回ぐらいリール動画回ってるんですよ。そう。 田代ロマさんはもう何回も覚醒剤取り、結構覚醒剤取り締まりで結構何回も捕まってると思うんですけど、そう、更生しました、捕まりました、更生します、捕まりました、みたいな。でもすごくないですか僕あの、そんだけやらかしてるのに未だに数取れるっていうか、しかももう66歳ですよ。ね久保さん、僕たちめちゃめちゃ頑張ってるのに覚醒剤はちょっと僕してないですけども。 めちゃめちゃ頑張ってんのに田代正史さんほどトラフィック稼げないですねうん田代正史さんを引き田代正史さんを引きつけてるものって何なんでしょうねうんいってらっしゃい